皆様大変長らくお待たせいたしました。ただいまより第7回 JC カップアンダーイレブン少年少女サッカー新潟予選大会事前講演会サッカーで学んだダイバーシティとレジリエンスを開催いたします。趣旨説明、公益社団法人日本青年会議所北陸信越地区新潟ブロック協議会共感のグローリー委員会委員長有田龍太君、お願いいたします。はい。会場の皆様、そして YouTube 配信をご覧になっている皆様、本日はお忙しい中お時間を作っていただき誠にありがとうございます。ご紹介いただきました本事業実行委員長の有田龍太と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。さて、今の時代、コロナ禍もあり、日々変化する生活環境の中、人の根幹、人間の根っこの部分、人間性を高められる機会が減少していると感じております。こんな時代だからこそ、みんなそれぞれ個性があって、自分とは違うけどみんな大切な存在であることを理解する、また他の人と助け合うことが大切だと思います。このことを今日講演会に参加いただいた皆様と YouTube 配信をご覧になっている皆様に伝えたいと思い、本事業を開催させていただきました。本日の講師アン・ヨンハさんは決してエリート街道を歩んできたわけではありません。在日朝鮮人 J リーガーとして、また K リーグ、そしてワールドカップ出場などの豊富な経験を聞くことで、厳しい状況下でも夢を叶えたこと、その舞台裏にはどんなことがあったのか、アンさんのお話を聞く中で皆様に感じ取っていただけたら嬉しいです。結びとなりますが、本講演会にご参加いただいた皆様と本事業にご協力いただきましたすべての皆様が心身ともに健康であることをご祈念申し上げまして、簡単ではございますが趣旨説明に変えさせていただきます。本日は最後までどうぞよろしくお願いいたします。有田委員長、ありがとうございました。ここで YouTube 配信をご覧の皆様にご案内いたします。本日の講演会を通してアン・ヨンハ様にご質問のある方はコメント欄に質問内容を入力してください。質疑応答の際にピックアップして読み上げさせていただきます。また最後に概要欄またはコメント欄よりアンケートのご協力をお願いします。それでは本日の講師でありますアン・ヨンハ様がご入場されます。皆様大きな拍手でお出迎えください。それではアン・ヨンハ様、よろしくお願いいたします。こんにちは。さっき楽しかった？疲れてない？約1時間ほどですけれども、今日は君たちにとって、少しでもこう役に立つようなお話をさせていただきたいと思いますので、一生懸命お話ししますので、ぜひ聞いていただけたらと思います。
よろしくお願いします。じゃあ、早速始めさせていただきたいと思います。今日の、講演のテーマなんですけれども、サッカーで学んだ、ダイバーシティとレジリエンスってあるんですけれども、この言葉皆さん知ってますか？ダイバーシティって言葉知ってる子？ダイバーシティ、あ、そのダイバーじゃないね、それ有効いるかなと思ったんだけど、分かんないかな。ダイバーシティっていうのは、まあ、なんか辞典とかで調べてみて、スマホでもいいから調べてほしいんだけど、まあ、多様性という意味です。多様性って言葉分かりますか？分かる人、多様性って。あ、レイさすがだね。なんだろう、多様性ってどういう意味かな？聞いたことあるね。まあ、結構難しいよね。自分も、なんとなくはこの言葉知ってたんだけど、こうなんか講演するにあたって、結構調べたら結構難しくて、で、まあ、多様性っていうのはこう、まあ、いろいろな種類とか特性とか、なんかそういったことを言うみたい で、ここで言うあのダイバーシティっていうのは、先ほど、有田さんのご挨拶でもあったんですけれども、まあ、いろいろな違いを、認めて、それを生かしていこう、それを力に変えていこうとか、成長していこうとか、そういった意味で使われています。で、レジリエンスって言葉知ってる人分かんないかな。これも自分もそんなに詳しく分からなかったんだけど、まあ、調べてみたら、まあ、回復力とか、まあ、復元力とか、まあ、耐久力とか、まあ、ここでいうレジリエンスはこう、なんだろうな、逆境とか、困難とか試練とか、そういうのに、負けない力、あるいは、負けてももう一度立ち上がる力を言います。で、僕は、まあ、サッカーを通じてこの多様性、ダイバーシティとレジリエンスっていうのを、すごく経験してきましたし、学んできました。今日はそういったお話をしたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ始めたいと思います。いいですか？眠たいですか？大丈夫ですか？ちょっと我慢してくださいね。はい、あ、まずじゃあ自己紹介、改めて、ね、自己紹介させていただきます。僕は名前はアン・ヨン・ハと言います。で、1978年の10月25日生まれ、まあ、ちょうど君たちのお父さんとお母さんと同じぐらいの年代だと思うんだけど、どうかな。これぐらいだよね、ちょうどね。僕にも5年生の息子がいて、ちょうど君たちと同級生の息子がいて、まあ、サッカーはそんなに好きじゃなくて、鉄道が大好きです。はい、で、出身、まあ、国籍は朝鮮です。僕は在日コリアン3世として、生まれてきました。で、岡山県倉敷市で生まれて、おじいちゃん、僕のおじいちゃんとおばあちゃんが、朝鮮半島から日本に渡ってきて、で、僕のお父さんとお母さんは日本で生まれて、で、僕も日本で生まれました。で、まあ、プロサッカー選手にずっと僕はなりたかったので、大学を卒業した後に、アルビレックス新潟に入団して、まあ、さっきも言ったけど、ね、君たちと同じエンブレムを胸に、3年間プレーして、でその後名古屋グランパスで韓国 K リーグの、プサンアイパークと、スウォンサンソンブルーウィングスというチームにいて、でまた、2010年に J リーグに帰ってきて、大宮アルディージャ、柏レイセル、横浜 FC で、3年間、プレーして、2017年に現役を引退しました。で、これは2010年ワールドカップ、ね、南アフリカで、行われたんですけど、知ってるよね、この選手。クリスチアーノ・ロナウド選手だね。もう世界のもうトップの選手で、スーパースターだね。まあ、ポルトガル代表と対戦したので、まあ、クリスチアーノ・ロナウド選手ともこうやってマッチアップして、しました。
で、僕の子供時代からのちょっと話をしますね。ちょうど君たちと同じぐらいの年頃かな。これ小学6年生の時です。で、これ読める人いますか？ハングルです。ハングルって言って朝鮮とか、韓国で使われている文字です。ハングル文字、はい、ハングルと言います。読める人、わからない、事前に調べてこなかった。アニハセを知ってる？それしか知らない。これは東京チェーサンチョグって言います。東京は同じだね。東京チェーサンチョグ、僕の小学校時代の学校の名前です。東京第三初級学校というところを僕は、卒業したの でこの学校のサッカー部で大会に出た時の写真です。で、僕は小学校から高校まで12年間朝鮮学校に通っていました。朝鮮学校、分かる子いますか？分からないか、日本にある、そうだね、外国人学校、民族学校というか、朝鮮学校とかインターナショナルスクールとか、そういった学校で、新潟にもありました。今建物はあるんだけど、僕がアルビレックス新潟にいた頃は、子供たちもいて、自分は休みの日に遊びに行ったり一緒にサッカーしたりしてました。今日本全国に、幼稚園から、大学まで約60校ぐらいあります、朝鮮学校というものが。で、僕はここの、出身です。で、じゃあ朝鮮学校で何を学ぶかというと、自分の国のルーツですね、朝鮮、韓国、朝鮮半島に僕はルーツがあるので、そのルーツの言葉だったり、歴史だったり文化だったり地理だったり、歌だったり、そういったことを学校で学びました。もちろん、日本学校で学ぶようなことも、学びます。日本の文学とかも学ぶし、算数とか理科とかそういったものも、学びます。で、中学校時代、これが中学3年生の時です。これも東京にある朝鮮学校に通ってたんですけど、僕が中3の時に、何ができたか分かる人、1993年今日の話に関係ある、チームができた。おお、チームが大会、あ、これ写真のまんまだね。チームが大会で写真を撮った。もっと君たちにも関係がちょっとあるかな。この予選大会で優勝したメダル取った、写真の話だね。それは1993年に J リーグが開幕しました。今から28年前かな。君たち、そう、三浦知良選手が、プレーしていました。当時現役だった人で、今現役でやってるのはもう三浦知良、キングカズ選手しかいません。まだ生まれてないよね、君たちは。当然ね。で、ちょうど僕が中3の時に、これ朝鮮学校の全国大会で、準優勝した時の写真なんですけど、ちょうどこの年に J リーグが開幕して、僕はスタジアムにも行ったし、テレビでも当時水曜日と土曜日やってたんだよね、地上波で。で、それを見ながら、ああ、僕もいつかあの舞台に立ちたいなと、 J リーガーになりたいなというふうに、そういう思いを抱きながら、サッカーをしていました。この中で J リーガーになりたい人いますか？おこんなにいるんだね。おみんな、あ、ちょっとなんかこうなってるな。お、なりたい、みんななりたいんだ。お、ありがとう、いいよ、下ろして。コーチみんななりたいんですねコーチもびっくりしてますね。あ、本当 J リーガーなりたい。お、どこのチームに入りたいの？キャプテン。アルビに入りたい。アルビに入りたい人、これは映さないでくださいね、あげてない子が。あ一人なんか、あ、みんなアルビに入りたいの？お、あ、ありがとう。お、素晴らしいね。アルビに入ったらみんな僕の後輩になるからね、もうぜひアルビレックス新潟に入って、その時はもうアルビ J1 に
いるから、ね、しっかりと練習して頑張ってください。じゃあもう一つ質問します。プロになるためにどうしたらいいですか？どうしたらプロになれますか？分かる人。お、早い。毎日コツコツ練習する。お、なるほどね。ごめん、方法としてその頑張れとかじゃなくて、プロになる道、どういうこう道のりというか、経緯をたどってというか、どういう流れでプロになれるか分かる人。あ、はい。おお、なるほど。うん。おお、アカデミーでね、J リーグの下部組織でアンダー12、アンダー15、アンダー18で、アンダー18で活躍して評価されてトップチームに上がる方法だね。おお、一つ正解だね。じゃあ他にどういう方法が、はい。うん。高校大学でサッカー部に入って、うん。おう、スカウトされて入る。おう、正解だね。他何かある？お、なんだ。もう J リーガーになっちゃった。うん、もうなっちゃったの。どうやったらなるかって話だ。うん、 J リーガーになってちょ、友達言ってくれみんなまだ J リーガーになってない段階でちょっと間違えた。 OK。 他に何か。一つはあれだね、アカデミーで活躍して、まあ、評価されてそのままトップチームに上がる。君たちで言うと、例えばアルビレックス新潟のアンダー18で活躍してコーチたちから評価されてトップチームからも評価されて、お、あの選手いいじゃないか、お、レイいいじゃないか、もうぜひトップチームに上がってこい、お、ケイゴいいじゃないか、あの選手ぜひトップチームで使いたいです、使いたいっていう声がかかって上がる方法と、今言ったけど、まあ、高校とか大学でサッカー部で活躍してね、まあ、大きな大会で活躍してプロの目に留まってうちのチームに来ないかっていう方法。あと何かある？お、いっぱいある。なんだ。特別指定選手。お、なるほどね。まあそれはそうだね。高校大学時代に、もう活躍してて、まあ評価されてだね。もうプロに評価されて、プロの試合にも出れるようになることだね。まあ、あともう一つ言うと、例えば下のカテゴリー、J リーグじゃないけど JFL とか、まあ、地域リーグとかでプレーして、そこからステップアップしていく、チームとして昇格するとか、まあ、個人として、オファーを受けるとか、まあそう、まあ、3つぐらいかな、とりあえず自分が思いつくのは。で、僕はこの時にプロになりたい、じゃあどうしたらいいかって言ったら、まあ、当時はそんなにこうアカデミーとかも盛んじゃなかったし、アカデミーに行くっていう、クラブチームに行くっていう僕発想がなかったので、大きな大会に出て活躍するっていう選択肢しか僕の中ではありませんでした。で、まあ、当時朝鮮学校は日本のそういう大きな大会、全国大会には出れなかったんですね。あのインターハイとか全国高校サッカー選手権大会には日本の学校じゃないので、出れない状態でした。で、ただ、その中で、一つ転機があったのが、これ高1、左が、右が高校3年生の時なんですけど、僕が高1になった時に、朝鮮学校が全国大会、日本の全国大会に出場できるようになったんですね。まあ、高体連というところに加盟して正式に予選さえ、ね、突破すれば全国大会に出れるようになったので、よしと、可能性が出たと。自分たちは全国大会に出場してそこで活躍してプロの目に留まって、憧れの J リーグの舞台に行くんだという
思いを持ってサッカーに励んでいました。まあね、とはいうものの、まあ、なかなか簡単ではなくて、まあ、高校3年間、3年生の時に選手権に出られるようになったんですけれども、まあ、3年間で一度も全国大会に出ることができませんでした。チームとサッカー部として、で僕自身も、まあ、レギュラーでは出ていたんですけれども、2年生の時から、まあ、全くいいプレーができずに、全国大会にも出れないような選手がプロのサッカー選手になれるわけがないなというふうに、思ってしまったんですね。でこの時初めてこう、まあ、僕の中で、プロへの道が閉ざされたと。で、まあ、初めてかな、別にエリートではなかったんですけれども、こんなに大きな夢を抱いて、サッカーをずっと続けてきたので、それが閉ざされたっていうので、こう大きな挫折を味わうことになりました。で僕の中で諦めてしまったんですね。で高校の3年生の秋にサッカー部を引退して、もうサッカーから離れて、もうサッカーをしないで、学校生活を送っていたんですけれども、1ヶ月2ヶ月経つにつれて、どういう思いが出たか分かる子いますか？もう全部分かるね、全部知ってるね、全部正解だね。そう、やっぱりサッカーがやりたくなった。分かるでしょ、君たちもサッカー大好きで、今日も一緒にやってて、すごい一生懸命楽しそうにやってたけど、やっぱり1ヶ月2ヶ月サッカーできなかったら、まあ、やらなかったら、やっぱりねサッカーやりたくなると思うんだけど、僕も自分で諦めたとはいえ、サッカーがやりたくてしょうがなくなったんだよね。で、まあ、だけどちょっと言い出せなくて、一回サッカーを諦めた立場でもう一回サッカーやりたいとか言い出せなかったし、親にも。で言い出したところで、じゃあサッカー続けてどうするのっていう、選手権にもね、全国大会にも出れなかった選手が、サッカーやりたいとプロ目指したいって言っても、ちょっとこう説得力がないし、自分も自信がなかったので、すごくこうサッカーはやりたいけどまたやり始められないような状況が続いていて、なんかこうもやもやした日々を過ごしていました。その時一つこうきっかけがあったんですね。じゃあなんでサッカー選手に なれたのかっていうところで、一つこうエピソードがあって、高校3年生のお正月に家族と親戚と集まって食事をしていたら、まあ、僕の進路の話になったんですね。4班は卒業して、高校卒業してどうするのっていう話になって、その時に、まあ、就職しますと、働きますっていうふうに言ったんですけれども、まあ、その話を聞いていたいとこのお兄さんが、4班お前本当はサッカーやりたいんだろ、やれ、自分はやりたいことがあったけれどもやらずに後悔してるんだ、4班にはそういう人生を歩んでほしくないからやれ、今から大学行くのは間に合わないから、まあ、受験勉強も何もしてなかったから、1年間浪人して、で大学に行って計5年間頑張ってみろって、でそれでダメなら胸張って帰ってこいって、一生懸命やったけどダメでしたって言って、違うことやればいいじゃないかって言ってくれたんですね、いとこのお兄さんが。で僕はその話を聞いて、まあ、そのお兄さんにこうサッカーやりたいなんて言ってないんですけれども、そんなことを言ってもらって、まあ僕涙が止まらなかったんですね。こう僕はあの人前で泣くのあんま好きじゃないんですけれども、ずっとサッカーやりたいなと思ってた時にそういう言葉をかけてもらったから嬉しくて涙が止まらなくて、でサッカーやりますと、その時にプロになるんだと、Jリーガーになるんだっていうような、覚悟を持ってまたサッカーを始めることになりました。まあ、それまではどちらかというと Jリーガーになれたらいいなとか Jリーグに行きたいなぐらいだったんですけれども、この時初めてこう覚悟と決意を持ってまたサッカーを始めることになりました。で、まあ、サッカーを再開するんですね。
でそれと同時に、これ浪人時代ですね、僕19歳になる年、19歳の頃ですね、今とあんまり変わらないですね。ありがとう、首振ってくれて。これもう19歳の頃で、この時に、運命の出会いがありました。この人は僕の5つ上の先輩です。同じ在日コリアンの先輩で、同じ高校を卒業した先輩です。僕がプロのサッカー選手になれた、一番の恩人ですね。この人がいなければ僕はプロのサッカー選手になれていませんでした。でこの先輩何をやってたかというと、で僕浪人時代に、じゃあいざサッカーを始めました、で浪人生活を始めましたってなりましたが、やっぱりサッカーってなかなか一人じゃ練習できないよね。こう走ったり、筋トレしたりはできるけど、やっぱり仲間がいないとサッカーの練習ってなかなかできないから、まずこうプレーする場を探したんですね。でこの先輩は在日コリアンの、社会人チームですね、働きながら夜集まってサッカーするっていうような、社会人チームのキャプテンをやっていて、僕はそこでプレーさせてもらうことになって、で、プロじゃないので練習も週に1回、金曜日の、夕方7時から9時まで、で週末に、社会人リーグを1試合やるっていう形だったんですけれども、でこのパク・トゥギっていう名前です、パク・トゥギさんに、ヨンハは今何やってるんだって聞かれて、僕はプロになるために1年間浪人して大学に入るつもりですっていうふうに言ったら、分かったって言って、じゃあ一緒に練習しようって言って、2日に1回、僕に付きっきりで練習してくれたんですね。これは東大ってわかる、みんな有名な大学だね、東京大学の、グラウンドです。当時一般開放していて、開放してたかどうかわからないんですけど、勝手に使って、で時さんと待ち合わせをして東大のグラウンドに行って、ずっと2人で、5時間ぐらいサッカーの練習をしてました。2人きりなんでできる練習って限られてたんですけれども、もうインサイドパスからもうインステップキックしたり、手で投げてその基礎練したり、ちょっと対人したりとか、そういったことをずっとやっていて、で時さんと会えない日、2日に1回だったんで会えない日は、僕はすごく細かったんで、やっぱり自分の課題としてやっぱりフィジカルを上げるためにこう走って筋トレをしてっていう、そのサイクルで、練習に励んでいました。でこのトゥギさんが、すごいのは、サッカーもすごくうまかったんですけれども、中止がないんですね、練習に。で例えば、今日とか天気が良かったからみんなとサッカーできたんですけど、やっぱり雨が降る日もあれば、雪が降る日もあれば、台風が来る日もあるんですけれども、台風が来た日に僕が朝電話するんですね。尋常じゃない雨が降ってる時に電話して、トゥギさん今日練習やりますかって言ったら、おやるよって言って、今日グラウンド貸し切りじゃんって言って、誰も人が来ないから全面2人で使えるじゃんって、こうなんか喜んでるんですね。分かりましたって、じゃあやりましょうって言って、台風の日も行って2人でこう大雨の中インサイドキックから始めるんですけれども、僕はなんかその時に初めて、一生懸命やるって、本気でやるってこういうことなんだなっていうのを学びました。僕がプロになるという決意を持って、やっぱりプロになるためにはもう台風が来ようが雪が降ろうがやっぱりやらなければいけない、そういうのをこう教えてくれた先輩で、僕はこの1年ですごくこう成長することができました。 J リーグのチームに入ってたわけでもないですし、 J リーグのアカデミーで練習してたわけではないんですけれども、僕にとってはこの1年が、心身ともに成長、一番成長できた1年間だったと思います。でこの1年間を経て、大学に入学、無事に大学に入学できました。大学に入学できなかったらもうちょっとねサッカーを続けられるかもわからなかったんですけど、
無事に立正大学って知ってる人いる？立正大学わからないかな？知ってる？聞いたことある？聞いたことある？今は、当時はあまり有名なサッカーで有名な大学じゃなかったんですけど、今は関東大学サッカーリーグの一部にいるチームで、毎年プロになる選手もプロに行く選手も、数名いて、今年4月に、新入生が入ってきたんですけれども、年々いい選手が入ってくるようになって、今年の1年生は、去年の選手権見てた選手権高校全国高校サッカー選手権大会で優勝したチーム分かる？違う山梨学園のゴールキーパー知ってる？ PK 止めてた熊倉選手が立正大学に入学したりですとか、クラブチーム J リーグのアンダー18ユースから入ってきたりですとか、今は本当にこうサッカーの強い大学になっていて、僕はそこに入学して、でその時初めて僕は日本の学校に入学したんですね。それまではもう小学校から高校まで朝鮮学校だったから、周りの友達はみんな在日コリアンで、先生もみんな在日コリアンだったんですけど、この時僕は初めて日本の学校に入学して、アンヨンハという名前で、周りはみんなもうほとんど日本の友達だったから、最初はちょっと戸惑いがありました。やっぱり自分を受け入れてくれるのかなとか、ちょっと自分のことどう思ってるのかなとか、そういう思いがあったんですけれども、一緒に寮生活だったので、一緒に寮生活をしたり、一緒に授業に出たり、一緒にサッカーの練習をする中で、お互いのことを知るようになって、あ、日本学校ってこういうふうにこう学校で学ぶんだとか、あ、こういう制度なんだなとかっていうのを学べましたし、僕も朝鮮学校のことを彼らに伝えたり、在日コリアンのことを話す中で、本当にこうお互い知らなかったことを知るようになって、なんかこうすごく勉強になったし、なんか世界が広がったし、刺激を受けたし、なんかすごくこうサッカー以外でも学ぶことが多かった4年間でした。で、その結果というか集大成というか、みんなで、力を合わせて、リーグで優勝することができました。この中には僕の在日コリアンの同じ高校の後輩も一人、僕を慕って立正大学に来てくれた子もいますし、で日本の友人がほとんどなんですけれども、日本全国から大学に集まってきてましたし、で女性のマネージャーもいましたし、本当にいろいろな多種多様な人たちが力を合わせて、その力が一つになった時に大きな力になるんだな、何か成果を勝ち取れるんだなっていうのを学んだ大切な4年間でした。で、どこのチームか分かる人みんな分かるよね。同じエンブレムが胸にありますけれど、ありがとう。大学卒業と同時に夢であった J リーガーになることができました。アルビレックス新潟に入団することができて、17番ですね。当時もらった番号が17、今日17番いたね。誰だっけ17番？はい、いなかったね。17番だね。なんか親近感勝手に感じてるんだけど、新潟に3年間僕はいて、3年の間に J1 に昇格して、代表にも選ばれて、本当にこう選手として大きくステップアップできた3年間だったんですけれども、この17番という数字がその3年間どんな時も多くのサポーターから声援を受けた番号なので、僕の中で本当に大事な番号になりました。でプロになった時に、夢のまた夢だったワールドカップ
もう夢にも描けないような、祖国の代表としてワールドカップに出場するというのが、プロサッカー選手になると同時に目標に変わったんですね。プロの選手として活躍すればいつか自分も代表に選ばれるんじゃないかという思いに変わって、17番をつけて新潟でたくさんの声援を受けた17番を背負って祖国の代表としてワールドカップに立つというのが、目標になりました。でその思いとともに、新潟で3年間プレーして、先ほども言いましたけど、J1 に昇格して、代表選手に選ばれることができました。その2006年のこのドイツワールドカップですね、朝鮮民主主義人民共和国の代表選手として、日本で生まれ育った僕が本国の選手たちと、力を合わせて一つになってワールドカップを目指しました。これ最終予選で日本と同じ組になって、これ埼玉スタジアムなんですけれども、ジーコジャパンかな、当時はジーコ監督の、日本代表と、これ8番の選手誰か分かる？あんまりもう分かんないかも。世代が違すぎて、すごく有名な選手です。鹿島アントラーズにいた選手、分かんない、小笠原選手知ってる？言われたら分かるよ。でもすごく有名で、すごく素晴らしい一流の選手、日本代表選手にはそういう、後ろ多分遠藤選手なんですけれども、本当に日本を代表する素晴らしい選手たちとワールドカップをかけて、戦って、この試合は日本代表が2対1で、最後アディショナルタイムで、大黒選手がゴールを決めて、我々が負けたんですけれども、すごくいい試合になりました。スタジアム、試合が終わって、スタジアムの中に引き上げるときに、たくさんの、もちろん日本のサポーターがほとんどだったんですけれども、そのスタジアムには在日コリアンも5000人ぐらい、来てくれて応援してくれたんですけども、その他ほとんどもう日本のサポーター、当然そうだったんですけど、朝鮮の選手たちにも大きな拍手を送ってくれましたし、朝鮮代表の選手たちも、負けて悔しい中スタンドに手を振ったりとかして、なんかすごく素晴らしい光景を僕は見ることができました。とはいえ、目標であったワールドカップに行けなかったのでとても悔しくて、すごく挫折感もあったんですけれども、僕は、次のワールドカップを目指す気持ちに切り替えました。2010年南アフリカワールドカップで、この時僕が、何歳か分かる人、最近の生年月日見て、すごいね、あ全然違う何歳か分かるし28歳、1978年生まれだから、28歳の年でした。でここでまた質問しますね。プロサッカー選手の、J リーガーの平均選手寿命かな、選手としての平均寿命はを分かる人、おあごめん、平均年齢は25から26歳です。平均年齢がね、25から26の間にみんな引退するみたいです。平均年齢なんですけど、でその J リーガーとしての期間、何年間プレーしていると思いますか。平均で1年プレーする人もいれば10年プレーする人もいるんですけど、だいたい平均がどれぐらいか分かります？ J リーガーになって8年、そんなにできないです。2年から3年と言われていて、で平均の引退寿命が25から26って言われてます。で僕はもう当時28歳だったんで、平均寿命ね、大体引退してもおかしくない年だったんですけど、僕には諦められない理由がありました。一つは自分の夢だった、サッカーが大好きで小さい頃から、
プロになるという夢を叶えて、これワールドカップ出場というのはどうしても叶えたい夢であったし目標だったということ、でもう一つは、たくさんの応援を声援を受けてた在日コリアンの在日同胞たちからもそうですし、新潟に来てからは新潟のサポーターからも応援をしてもらってましたし、そういった方々の期待に応えたかった、絶対に応えたかった、17番を背負ってワールドカップのピッチに立ちたかった。でもう一つが、僕と同じ在日コリアンの後輩たちのためにワールドカップに出場したかった。どういうことかというと、在日とコリアンとして生まれてきてもワールドカップに出れるんだよっていうのを示してあげたかった。 J リーガーになるっていうのは、僕もその中3の時に J リーグがスタートしたんですけど、その時に同じ在日コリアンで、ジェフユナイテッド市原という今のジェフ千葉に入ってた先輩がいたんですね、在日コリアンの。でそれを見て、その姿を見て、ああ自分でも頑張れば J リーガーになれるんだっていう希望を与えてもらったんですね。もしかしたらその先輩がいなければどこかで在日コリアンだからダメなんじゃないかなって思ってたかもしれないんですけれども、そういう希望の星がいたから僕は頑張れたっていうのがあって、じゃあ次は僕が頑張ればワールドカップにも行けるんだよっていうのを示してあげたかった。だから諦めるわけにはいかなかったんですね。でそのためにも、レベルアップしなければいけない、成長しなければいけないということで、移籍をして、名古屋グランパスに移籍をして、でその後韓国のプサンアイパークと、スウォンサンソンブルーウィングスというチームに2年ずつ、プレーすることになりました。プサンでは、怪我以外はほとんど試合に出て、そこそこゴールも決めて、ボランチとして、しっかりとプレーすることができて、でその2年間のプレーが評価されて、スウォンサンソンブルーウィングスというクラブに移籍しました。この右のチームは、韓国ではトップクラスのチームです。 ACL にも出て、もうそういうチームです。もうチームメイトの韓国人選手はほとんども韓国代表クラスの選手たちで、外国人選手はもう本当に K リーグの中でもトップレベルの、助っ人の選手たちで、その中で僕はポジションを争わなければいけませんでした。で、移籍した年の開幕戦、僕はなんとかレギュラーとしてスタメンで試合に出たんですけれども、前半で負傷してしまって、怪我をしてしまって、交代することになったんですね。それによって、監督の信頼を失って、で代わりはいくらでもいるので、僕の代わりになる選手はいくらでもいるので、一回チャンスを、掴み損ねて、そこからずっと試合に出れなくなりました。チームはずっと勝ち続けて、変える必要がないですね、選手をメンバーを。で僕はどれだけ一生懸命頑張っても、どれだけ努力をしても、なかなか状況が変わらない時期を過ごすことになりました。それまでももちろん、新潟でももちろんいい選手がいたので試合に出れなかったことはありましたが、このスウォン時代は、もうほとんど1年を通じて試合に出れない、で試合に出れないどころかベンチにも座れない、スタンド観戦をしているような状況 で2軍のチームと B チームと練習をすることも多かったです。ただ僕はエリートではなかったので、どんな時も全力で練習に取り組んでいました。絶対にこのまま終われない、さっき話しましたけど、やっぱりワールドカップに出場しなければいけないという思いで、練習が終わっても練習しましたし、家に帰っても練習しましたし、だけどもなかなか状況が変わらない。本当にこの、スウォンにいた時代は本当に苦しかった。どうしたらいいんだっていうのを本当に一人にいるときに独り言でつぶやいているぐらいです。だけど負けるわけにはいかない。僕の好きな言葉で夢は叶うっていう言葉があるんですけれども、その言葉を本当に唱えながら、もう本当にこう頭がおかしくなったんじゃないかと思われるかもしれませんが、夢は叶う、夢は叶うっていう言葉を唱えながら練習に励んでいました。その状況を乗り越えてようやく夢が叶うことになりました。スウォンでプレーしながら代表ワールドカップの予選には呼ばれていたので、その予選には勝ち進んで、
そういった思いがあったのかもしれませんね。こう絶対に負けられないという気持ちで戦って、その結果、ちょっといきなりですけど、ワールドカップの本大会に出場できることになりました。でこれ最終予選が韓国、サウジアラビア、イラン、UAE で挑戦で、もう強豪国、もう俺が言いたいこと全部言ってくれるね強豪国だらけ、もう結構死のグループで、韓国、イラン、サウジアラビアもワールドカップの常連国、そのもうその3カ国でほぼ2枠を争うんじゃないかって思われていて、まあ、朝鮮か UAE も強いチームなんですけれども、そこでウィレアロスをするんじゃないかって言われてたんですけれども、勝ち進んで、最後韓国が1位通過で朝鮮が2位通過することになりました。まあ、南北同時出場ということで、まあ、韓国ではニュースにもなったんですけれども、これ最後サウジアラビアとの試合です。最終戦、最終予選の最終戦、アウェーのサウジアラビアのリアドという首都で、行われた試合なんですけれども、サウジアラビアは我々に勝てばワールドカップに出れる、我々は引き分けでワールドカップに出れるという状況で、もう本当にもう死力を尽くして、もう全てを振り絞って仲間たちと力を合わせて、戦って、サウジアラビアは非常に強いチームだったんですけれども、アウェーの7万人のサポーターが埋め尽くされたスタジアムの中で0対0なんとか守りきって、ワールドカップ出場を決めました。でも泣いてますけど、代表チームのコーチですね、本当に選手、監督、コーチたちと本当に泣きながら、涙を流しながら抱き合って、夢が叶ったと、みんなで喜びをこう、分かち合いながらワールドカップに出場することになりました。でこれが南アフリカですね、2010年、ワールドカップ、左の選手分かる人、有名な選手なんだけど、僕らのネイマールじゃ、もう分かんないよね、ブラジル代表の、カカ選手、聞いたことあるか、カカ選手で、右は、コートジボワール代表の選手で、コートジボワールにはドログバ選手とか、ヤヤトゥーレ選手とか、まあ、世界的に有名な選手もいて、で、まあ、先ほどの写真なんですけど、ポルトガルのクリスチャーノ・ロナウド選手とも、ワールドカップという夢の舞台で戦うことができました。まあ、17番ですね、新潟で最初にもらった番号を背負って、夢を叶えることができました。まあ、3試合とも、勝つことはできなくて、やっぱり世界との差は非常に大きくて、全く勝てなくて、全敗で大会を去ることになったんですけれども、本当に世界のトップレベルの選手たち、強豪国と、代表チームの一員として、プレーすることができたことは、僕の中でも非常に宝物になっています。でワールドカップが終わった後に、大宮アルディージャ、柏レイソルで、横浜 FC でプレーしました。柏レイソル時代はリーグ、クラブ史上初ですね、 J1 で優勝することができました。日本人選手、在日朝鮮人選手、韓国人選手、ブラジル人選手、本当にたくさんの、人がいましたけれども、みんなの力を一つにして、大きなタイトルを勝ち取ることができました。で最後3年間は横浜 FC、 さっきキングカズ、三浦和義選手の話をしたんですけれども、三浦和義選手が所属する横浜 FC で3年間、思い切ってプレーして、最後引退することになりました。23歳でプロになって38歳で引退したので、まあ、15年間ですね、プロサッカー選手として本当に長い間、プレーして、まあ、大変なこともたくさんありましたが、本当にこう幸せなプロサッカー選手生活を送ることができました。これ引退セレモニー で僕が引退発表したときに、新潟のアルビレックス新潟の、スタッフの方から、会社の方から、まあ、クラブの方から連絡をいただいて、ヨンハさん、新潟で引退セレモニーやりませんかってこう連絡が来たんですね。で僕は引退セレモニーはクラブのレジェンド
がやってもらうものなの で僕はたった3年しかプレーしてませんし、でもう途中で移籍もしてましたので、僕はやってもらうわけにはいきませんという話をしたんですけれども、ヨンアさん、アルビレックス新潟というクラブのためにもやらせてくださいというふうに言ってくれて、非常にありがたくて、やっていただくことになりました。ちょうど J リーグの試合前にセレモニーをやっていただいて、で対戦相手が柏レイソルの試合を選んでくださって、どちらからも祝福を受けながら最後引退することができて、本当に幸せなサッカー人生を送れたと思います。で、今の活動ですね。じゃあ引退して何やってるんですかって、思われると思うんですけれども、僕は自分がサッカー選手として経験したことをこれからの未来のある子どもたちに還元していきたいなというふうに思っていて、そういった活動をしています。でこれ左の上は、横浜の鶴見区というところにある牛尾田小学校という小学校です。でこの学校が、地域柄、外国にもルーツのある子どもが約2割います。全校児童の全員で1年生から6年生まで、600人ぐらいいるんですけれども、そのうちの2割といったら何人だろう、600人中の 20%。 おお、誰今答えたの。おお、そう、120人、大体100人から120人ぐらいの子が外国にルーツのある。どういうことかというと、両親が外国人、日本人じゃない方で、仕事の関係で横浜に来ていたり、あるいはどちらかが、お父さんかお母さんかが外国の方で、ハーフというんですか、で生まれてきた子がいます。この学校ではハーフとかっていう言い方はせずに、外国とつながる子という言い方をするんですけれども、そういった子たちを対象に卒業式をするんですね。学校の本来の卒業式の前に外国とつながる子たちの卒業式をするんですね。で1学年だいたい15人から20人ぐらいいて、そういった子が、外国とつながる子が、でそれぞれの思いを、作文にして、2、3分ぐらい、みんなの前で話すんですね。どういった話をするかというと、私は将来自分のお父さんとお母さんの国をつなぐような仕事をしたいです。そういった役割を、架け橋のような役割ができるように勉強していきますというような話をしたり、あるいは僕は1年生の時に外国から日本に来たので、日本語が全く喋れませんでした。で教室で一人でいることも多かったんですけれども、日本の友達が一緒に遊ぼうという声をかけてくれて、すごく嬉しかったです。その言葉は僕にとっては魔法の言葉でした、というようなことをそれぞれの子が、作文にして話すんですね。僕は毎年その小学校から招待いただいて、最後にこうお祝いの言葉をかけさせていただいているんですけれども、すごく勉強になって、なんかすごくこう、今日のテーマでもあるダイバーシティというものがなんかすごくこう見られる小学校で、僕らの時代にはなかなかそういった学校というと、さっき言った朝鮮学校とか、インターナショナルスクールとかしかなかったんですけれども、今ダイバーシティが進んでいて、こういった日本の学校でもこういう外国の文化を学んだり触れ合ったりするということができる場が増えています。でその真ん中の写真は、アルビレックスの、主催のサッカースクールですね。長岡の子どもたちと一緒にサッカーをして、そういった交流をしたりですとか、これ右上はダゾーンの解説ですね、 J リーグの解説をしたりですとか、で下は僕が名古屋グランパスに移籍したときに、星稜高校から入団してきた本田圭佑選手ですね、
1年間同じチームでプレーして、僕のことはヒョンニンって呼んでくれるんですね。ヒョンニンって朝鮮語でお兄さんって意味で、ヒョンニンヒョンニンって慕ってくれて、ですごくこう、仲が良かった選手で、ワールドカップが終わった後に2018年かな、ロシアワールドカップで、見てた、ロシアワールドカップ見てた、何歳だった、見てた、うん、8歳の見てたかな、みんな見てた、本田選手ゴールも決めてね、活躍してたんですけど、その直後に横浜にある朝鮮学校に、来てくれて、自分が朝鮮学校の子どもたちに夢を与えてくれないかって話をしたら、実際に来てくれて、こういう形で横浜の小中高校生の前で本当にこう夢の話をしてくれたんですね、大切な話をしてくれて、君たちは仲間だよってこう色紙にもね一言こう仲間って書いてくれて、本当に子どもたちに大きな夢を与えてくれました。僕は今こういう活動を通じて、未来のある子どもたちの力になりたいと思っています。でこれがさっき僕がサッカーしてる時に着てたウェアのエンブレムなんですけれども、ジュニスターサッカースクールっていうのを現役の時に立ち上げてやっています。3年前と4年前にはスクールのキャンプで新潟に来て、新潟のアルビレックス新潟ジュニアの子たちと練習試合をしたり、地元のサッカーチームと交流戦をしたり、トップチームのビッグスワンで試合を見に行ったりとか、なんかサッカーを通じて、子どもたちの可能性を広げてあげたいなと思って、世界を広げてあげたいなと思って、サッカースクールを、メインに活動しています。ここには、会場が朝鮮学校なんで、さっきの東京朝鮮第三初級学校という僕の母校のグラウンドと、今僕横浜に住んでるんですけれども、横浜にある朝鮮学校のグラウンドでスクールをやっていて、ほとんど朝鮮学校の子どもたちなんですけれども、中には日本の子もいますし、在日コリアンで日本の学校に通っている子もいますし、世界外国につながる子も、一緒に仲間としてやっています。僕はこれから、サッカーを通じて、そういったことをやっていきたいなというふうに、思っています。また今年もキャンプ来ますので、8月にスクールの子どもたち高学年生連れてきますので、その時また会えたらみんな仲良くしてあげてください。いいですか、よろしくお願いします。はい、じゃあ最後に、今日の講演のまとめですね。まず、ダイバーシティというところで、相手を知らないと多様性、お互いの良さとか特徴とか、違いとかそういったものを生かせない。まずやっぱり相手のことを知ることが大事ですね。僕も大学の時に日本のこう日本学校のことを知ることによってすごくこう世界が広がりましたし、考え方が広がりました。でぜひ君たちも、自分たちと、違う人たち、例えば違うチームの子たち、明日ね大会があると思うんですけれども、やっぱり違うチームの子たち、違う地域の子どもたちと違う年代の子どもたちだったり、こうたくさん触れ合ってください。でお互い一歩を踏み出して話をたくさんしてください。でお互いを知れば必ず君たちの成長につながることが起きると思いますので、怖がらずに恐れずに、相手を知るための一歩を踏み出してください。もう一つが、これもダイバーシティの話につながるんですけれども、僕が、新潟ですごくこう応援していただいてたんですね。その僕より上手い選手たくさんいたんですけれども、それでも17番を応援してくれる方がたくさんいて、でアンヨンハという名前で日本人でもないのに応援してもらったのは、やっぱり僕はとにかく一生懸命やることを大切にしてきました。逆に言ったら上手くないから、才能もないし、自分にはこう環境も条件も、ね、整ってない中でサッカーを続けてきて、やっぱり一生懸命するしかなかった。でプロになっても僕より上手い選手、周りはもう僕より上手い選手だらけの中でやってたので、とにかく一生懸命
プレーしました。そうすることで周りの人たちは認めてくれると思うんですね。認めてくれて信頼関係が生まれて、すごくいいことが起こります。ぜひ皆さんもこれから何をするにしても、今日みたいにさっき一緒にやった、ね、サッカーの時のような姿勢で一生懸命頑張ってください。最後これレジリエンスの話ですね、壁にぶつかっても諦めない、すぐに動き直す、僕は夢だったり目標が自分の才能とか実力に比べてとても大きかったし高かったです。だから壁にぶつかりまくってきました。もう毎日悩んで、毎日どうすればいいのかっていうふうに考えて、過ごしてきました。で、負けたこともありますし、さっきも、ね、出てましたけど挫折したこともあります。で、負けてもいい、で諦めてもいい、ただ必ず立ち上がってもう一回一歩踏み出してください。で、僕が、新潟でプレーしていた時に、テレビのインタビューで、一人の新潟の少年に、僕のことを、まあ、好きでいてくれた、応援してくれてた小学生の子、小学生に、インタビューをしたんですね、テレビで。で、アン選手のどんなところが好きですかって聞いたら、その子が、転んでもすぐに立ち上がるところって答えてくれて、僕はその一言がすごく嬉しくて、僕にとってはなんか一番の褒め言葉だったんですね。で、ぜひ君たちもこれから諦めない気持ちで、まあ、明日も試合がありますけれども、どんなに苦しい状況、どんなに負けてても、たとえ試合に負けたとしても、また次に向かってみんなで力を合わせて頑張ってください。応援しています。今日一緒にサッカーもしてお話もしたので、僕はもうみんなのこと友達だと思っています。いつまでも応援してますので、まあ、今日学んだことを、今日聞いたことを少しでもこれからの役に立ててもらえたら嬉しいです。ありがとうございました。アン・ヨンハ様、ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移ります。はじめに、YouTube コメント欄よりピックアップしましたご質問を読み上げます。アン・ヨンハ様、立正大学からアルビレックスに行かれたのはスカウトですか？質問。立正大学から、練習参加をしてから入団しました。はい、で、それもちょっとたまたまで、はい、僕が大きな大会で活躍したとかではなくてですね、僕が大学3年生の時に、当時の大学4年生のキャプテンを視察に来たアルビレックス新潟の当時の強化部長が、たまたま僕のことをこう、まあ、評価してくださったみたいで、はい、ぜひ4年生になったら新潟に練習参加に来てくださいというふうに、まあ監督に伝えてくれて、で4年生の時に練習参加で新潟に2日間参加したんですね。当時のトップチームの練習に参加して、でそこでのプレーが評価されて、入団が決まりました。ありがとうございます。じゃあスカウトではなく練習生からということですね。そうですね、練習参加を経て、はい、ありがとうございます。それでは会場の皆様よりご質問のある方は、手を挙げてください。はい。全挙げだね。主にどのようなポジションで、主にどのようなポジションでサッカーしてたんですか？そうですね、ほとんど僕は守備的なポジションでプレーしていました。まあ、主にボランチをやっていましたし、新潟の時には3バックのストッパーに入ったこともありますし、どちらかといったら守備的な、今日もセンターバックに入って、まあ、レイも一緒にね組んでたし、どちらかといったらこう後ろめのポジションで全体のバランスを見ながら声をかけてプレーするっていうことが多かったです。代表チームでもアンカーでワンボランチとしてプレーしながら全体のバランスを整えてプレーすることが多かったです。はい、ありがとうございます。
じゃあ続きまして質問のある方は。敬語ないの？あれだけ喋ったのにさっき。せっかくの機会なんでぜひ。どんな練習してたんですか？いつ？なんて言うんだろう、その自分で練習してた昔の、うん、昔、はい、いつだろう、プロの前の、プロの前、小学生の頃、それとも浪人時代、小学生の頃か。小学生の頃はどういう練習してたかな。もう30年以上前だからあまり覚えてないんだけど、僕は、朝鮮学校に通っていて、で学校の部活だったんで、こうサッカーの専門家じゃない先生から指導を受けることもあったんですね。で当時は、専門家じゃないサッカーを経験してない先生から指導されてたんで、あんまりこう正直覚えてなくて、でよく覚えてるのは友達と、ミニゲームをやってました。もう朝早く学校に行って、とにかくこう、バス通学組対電車通学組みたいな感じで分かれてミニゲームをずっとやってました。で休み、授業の合間、休み時間になったら10分あるんですけど、もうグラウンドに飛び出してまたその10分間ミニゲームをやってたし、中学校ぐらいまで結構ミニゲームをたくさん僕はやっていました。他に質問ある方はいらっしゃいますか？レイいないの？一緒にセンターバックやったのにさっき。何でもいいんじゃないっていうのもちょっと気になる。ちょっと気になる。センターバックではどんなことが大事なんですか？いい質問だね。さっき一緒にプレーしてて何か感じなかった？ポジション。他に自分がずっと意識してやってたことあるんだけど、分かんないか。まだまだだな。じゃあ自分がね、センターバックで大事なこといっぱいあるんだけど、やっぱり声を出す。ずっと俺喋ってた、さっき俺も講演会で喋れるかなとちょっと心配だったんだけど、ずっと声を出してたと思うんだよね。ずっと声を出してやっぱこう、整えてあげるチームを。やっぱり前の選手は全部見れないから、後ろから見てる選手がやっぱりこう常に声掛けしてあげないといけない。ポジショニングとか取られた後の準備だったり、例えばミスして落ち込んでる子がいたら大丈夫だ大丈夫だって励ましてあげたり、失点したとしても大丈夫取り返そうって言ってあげたり、もちろんゴールキーパーもねそういう分かりはしなきゃいけないんだけど、でもちょっと前めにねこう攻めてる時なんかはキーパー遠くなるから、位置がキーパーの声が届かないことがある。だったらやっぱり次はセンターバックが声を出してチームを整えてあげなきゃ、チームの力になってあげなきゃいけない。そういうのがすごく一番僕は大事だと思うん で、レイ頭いいしプレーもすごく良かったし、もっとできると思うから、多分俺の方が喋ってたな。もっともっと喋って、チームの力、そういった部分でもチームの力になってください。はい、ありがとうございました。では皆様ありがとうございました。これで質疑応答を終了いたします。その他にも YouTube の方で多くの質問をいただいておりますが、本日お答えできなかった質問に関しまして後日アーカイブのコメント欄にて回答いたしますので、 YouTube チャンネル共感グローリー TV を検索してご覧ください。またチャンネル登録高評価の方も合わせてお願いいたします。それではアン・ヨンハ様が皆さんご退場されます。皆様大きな拍手でお見送りください。ありがとうございました。
以上をもちまして第7回 JC カップアンダーイレブン少年少女サッカー新潟予選大会事前講演会サッカーで学んだダイバーシティとレジリエンスを閉会します。 YouTube 配信をご覧の皆様は概要欄またはコメント欄よりアンケートのご回答をよろしくお願いいたします。会場にお越しの皆様はご記入後退場口スタッフまでお渡しください。本日は大変ありがとうございました。